どうもなおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチ4をプラプラやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は久しぶりにバスターズやってみようと思います。バスターズは多分できるんじゃないかな、おそらくね。普通のやつはね、空泣きがなかなか強くって難しかったんだけども、あ、いいんじゃない、ここ。あ、でも B 極玉3つ使うのか。え、1個しか持ってないじゃん俺。そうか。あ、でもここだったら1個もいらないね。蝶の雷電流あたりを行ってみましょうか。うわ、極玉全然ない。それではメンバーはこれでいきます。エンラエンラのエンマカイラヤマンバですね。確かエンラエンラのさ、竜巻の術がすっごい効いたよね。だよね。で、エンラエンラにはキラー装備つけてきてます。確か雷電流はキラー装備が効くよね。わからないけども、うわ久しぶり雷電流久しぶり見た。 OK 行きましょう。あ、うわ、ヤマンバで見えないよ。これだね。おお、どこだ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 。おーい、はい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 、おお、でもこんなもんだったか。もうちょっとボリッと減ったような気がしたんだけどね。まあまあまあ、そんなもんだったんでしょう。はいはいはい、懐かしいなー。いけ、はいはいはい、こんな感じだったね。エンライナは、ああなるほど、はい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 、とにかくこれだよね。近づいて近距離からの竜巻の術、これで倒していけるんだ。これ取り付きってどうするんだっけ。あ、 A か、なるほど、こうだったね。はいはい、思い出した思い出した。あ、でも基本的にエンナエンナでそのまま戦ってきた方が良さそうですね。うん、痛い、これ無理、これは無理だわ、やばい、これトーマやられる。わお、これは難しい。 OK、使ってからの竜巻が良かったっけ。まあいいや、行きましょう。うん、これ4人でさ、竜巻の術を連発したらめちゃくちゃ早く倒せたよね。確かさ、そういうやり方もあったよね。でも全員が全員エンラエンラを選ぶっていうのがなかなか難しいか。まあ、生放送とかでこれでいくよっていう風にいけば大丈夫か。いけ、あ、いった、なるほど。グレート化した時が敵は雷を周りに落とすからちょっと戦いにくいな。いけ、おい、いいよいいよ、危ない、あー、このね、妖怪ウォッチ4はね、意外と難しいよね。うん、それを思った。やった、いけたぞ。ちょっと待って。グレートか、ん、あ、あったあったあった。グレート化の仕方が全然わかんなかった。で、必殺技もいけ。あー、そうか。そう、そういうのがあった。そういうのがあったね。全然覚えてない。ふみちゃんに取り付けはしない。もうそのままでいこう。あー、これは面白い面白いな、久しぶりにするとすごい面白い。はい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 、いや、妖怪ウォッチ4はね、結構売れたもんね。これ、このソフトは結構売れたんで、あーあー、わかるわかる、これは面白いわ。回復してなかった。あ、回復ないか、回復ないんだ。
回復したいならば取り引きでふみちゃんの必殺技打つとか夏目の技を使うとかしないとダメだったっけ。あーミスった。いやもうみんなヒーリングとかしていこう。もうこのいい時にできないなんてちょっとショックよ。よしいけ、みんな回復だ。でこれで天雷炎まで回復するよね、確かするよね。いった OK。 あとヒーリング一発打てば必殺技がいけるはず。あちょっと待って、スイートランプダメや。いける。みんな変でヒール。あー A ボタンを俺忘れるわ。ちょっと待って、どうやってこの取り付き解除、あ R か R ですか、取り付き解除は。なるほどね。やっべえ、いきなり超ピンチ。いけめくれるトルネード、イエーイ、いけたー、気持ちいいね。はい、ということで今日は久しぶりにバスターズやってみました。バスターズは面白いね、これまた、どんどんやっていきたいと思います。ただマルチをやるとさ、改造がいっぱいいたような気がするのよ、改造妖怪が。まあいいか。とりあえずやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。